やめろと言われても今では遅すぎた。激しい恋の風に巻き込まれたら最後さ。やめろと言われても一度決めた心、好みを引き裂くまで恋に焦がれて焼かれて。もしも恋が叶うならばどんなことでもするだろう。僕の人生よ、ここへは変えてしまうのか。黒い黒い瞳の誘惑。やめろと言われたら死んでも離さない。木の果てまでも行こう、君をこの手に抱くなら。やめろと言われたら余計に肝へ上がる、好みを引き裂くまで恋に焦がれて焼かれて。切ない胸、夜は更ける。これが恋の周期なのか。僕の人生を狂わせるような、黒い黒い瞳の誘惑。はい、こんばんは。今夜は秀樹の激しい声を歌いました。2019年9月の29日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。うん、はい、今日は無事、昨日ちょうどね、キャンプね、反応柄が帰ってきました。ただ今日もね、YouTube ライブやりましょうね。はい、マジかな。行こう。行けないか。結構生存確認結構か。忘れてしまいたいことが今の私には多すぎる。私の記憶の中には笑い顔は遠い昔、いつの日にかあなたがくれた野の花がノートにありました。そして私は今日になり夢の中へ飛んでゆくわ。飛んで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 回って回って回って回る。飛んで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 回って回って回って回る。愛し合った日々のことは今日最後にしたいけど、あなたを憎む勇気さえ教えてくれなかったわ。素直な気持ちをあなたに伝える術を知っていたなら、今は静かに心を閉じて夢の中へ飛んでゆくわ。飛んで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 回って回って回って回る。飛んで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 回って回って回って回る。素直な気持ちをあなたに伝える術を知っていたなら、今は静かに心を閉じて
夢の中へ飛んで行くわ。飛んで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 回って回って回って回る。飛んで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 回って回って回って回る。素直な気持ちをあなたに伝える術を知っていたなら、今は静かに心を閉じて夢の中へ飛んで行くわ。飛んで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 回って回って回って回る。飛んで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 回って回って回って回る。まあこの辺で、はい、こんばんは。今夜はね、まどかさんの無双花を歌いました。2019年9月の29日日曜日の生存確認です。今夜はね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。どうもね、ね、ちょうどよかった早めでね。こんばんはね、どうも。エビーさんどうもね、クリスちゃんどうもね、こんばんはね。はい、はい、キリちゃんどうも、ヤマさんどうもね、オカルトさんどうもね。はい、あれだね、うん、無双花の衣装はね。じゃあ配信がちょっと悪いかな。うわ、お互いにお疲れ様ね。あら、配信が悪いね。止まってかな。あ、どうも、すごい悪い配信が。ダメかな今日配信。うん、どうかな、すごい悪いね配信具合ね。大丈夫、ありがとう。なんかこのサイト離れますかっていうダイアローが出るんだよね。なんかほっといたらね、キャンセルで消さないと。これなんでだろう、これ壊れちゃったかなパソコンね。うん、うん、スマホでやってみようかな、スマホでね。うん、ちょっと風呂上がりだからね、扇風機。そんな寒く、風呂上がりなら一応扇風機回ってます。風呂上がりです。ちょっと数十分前、数分前からもう10分かそこら前に、15分ぐらいに、10分、20分前に風呂が出たところだからさ、ね、そんだけで、扇風機で。さて、今日は餃子食おうかな。じゃあ今日は餃子。今日も生餃子。ね、今日買ってきたやつだからさ、多分今日うまく焼けると思うんだ。どうかな今。下がってる？今だいぶ。うん。はい。今日はこちらの生餃子。1パック100円か。ね。1、2、3、6、8個入って100。9個か。今日これね。じゃあこちらを焼きます。うん、じゃあこれね、2パック買ってきた生餃子。1、2、3、4、5、6、7、9個入り。ね。じゃあこちら2つ。じゃあこれね。じゃあこれをやります。ね。今日買ってきたやつだから、今日剥がれ、この間みたいに剥がれないってことはないと思うんだ。剥がして、これ天ぷらだれね。じゃあ餃子、そう、そんなわけ、駅前じゃないやで、そこのヨークマートで、ヨークマートで。タレを置いとこうか。じゃあもうフライパンが火入ってますんでね。じゃあ焼いていきます。今日は冗談でよく混ぜの。はい、じゃあ焼いてこようか。
どうもね、今水入れてきた。はい。まあ、ちょっと収まってるね、今ね。じゃあ、復活とも。ちょうどさ。この間壊れちゃって、今日はなんとか、この間の餃子、土曜日のはさ、崩れちゃったからね。もう水入れた、うん。2パック分、うまい、楽しみだ。ね、うん。なんか繋がってんね。ありがとうね。じゃあ、餃子。半袖ないで、もう長袖の季節でいいよ、もう9月だもんね。9月も下旬だ、ね。9月、明日、9月最後なんだね。常磐線で迷惑行為はないですよ、別に。迷惑行為したことないよ。熱くないよ、大丈夫よ。もうちょっと見てくれ。まあ、シート取ればいいや。うまくいけない。どうか難しいもんな。うん。うん、走ってたんだ。うん、最初って書いてあった。これ、家にあったやつよ。家にあったやつよ。家にあったやつです。家にあった。今日は、なんか今日はすごい軽装でね、人身事故ね、帰ってくるときそうだった。カスタダーと昼の間人身に変わったし、昼間はあってもね、お花じゃやと、コーヒーロビーか、ね。人身に変わったんだけど、カスタダーと昼ね、帰るときね、夜頃かな。そう、国体を見に行ってんでしょ、上陛下はね、今ね、見せたやつね。もうちょっと見てこれ。今、状態がしますよ。見てみようか。今どうかな。今餃子焼いてます。
まあ大丈夫ね。うん。大丈夫？少し今ちょうど焼いてますね。焦げたらうまいよ、こんなもん。はい、ちょっと、なんか崩れなくて、崩れはしなかった。はい、はい、今夜冗談で。ん？はい、今夜冗談で。あ、起きちゃった。無理だ、こっちやめよ、パソコンは。スマホでやりますね。今日は餃子です。本日は餃子。ちょっとパソコンの調子悪い。パソコン悪い。これ餃子。スマホでやろうか。スマホの方で。2019年ね、9月29日、29日、日曜日。はい、どうもね。今日もスマホでちょっと調子悪いんで、今日はスマホ。あ、どうもこんにちは。スマホから再開。今日は冗談でこんな感じにします。こんにちはね。はい。見えるかな？はい。本日のお夜食、夕飯は冗談で行く。冗談2パック分です。こんな感じ。行こうか。うまそうじゃん。なんとか。多少ここ焦げるけど、なんとかやけど。今日は冗談ね。こんな感じね。うん。天ぷのタレ。どうも、ジョンさん、どうもね。今日は餃子、焼き餃子です。スーパーで9個で100円のやつね。今2パック分を焼きました。あ、クリさんの今日は餃子。パソコンの方うまくできなかったんで、今日はスマホで。これ家にあったやつ。家にあったやつ。
だパソコン、スマホに変えたら何度だ。ならない、大丈夫。じゃあ、いただきます。ちょっと焦げちゃったけど、何度かね。もういい。いただきます。うん、うまい。うん。うん、これで200円ちょいか。うん。まあまあ。まずまず。こう来ちゃったけどね、なんとか、昨日よりかは、この間よりか。うん。倉下さんどうも、倉下さんどうもね、今日は焼き餃子。どうして言って、星野さんの、よっちゃんとしてどうして値段言ってんの、いくらで買ったって。星野さんもそれ、そうですよ。あれ、肉をさ、いくらで買っていきました。言うもんね。気になるんだよね、値段はね。うん。うまい。ちょっと焦げちゃったけどね。うん、まあ、なんとか。うん、うまい。天ぷらのタレ。ビール、あ、ビール、あ、飲み物飲もうか。うん、うまい。で、一杯持ってくんね。ほいよ、星野義雄、そのまま検索してわかるよ。星野義雄で検索したら出てくるからね。ひらがなで星野、あ、かえ、かえで星野で、ひらがなで義雄です。うん、今日ずっと朝だけ飲んで、今日は飲んでないよ。昨日飲んだけどさ、今日は飲んでません。今日も朝は納豆ご飯だけだもんね。昨日だもんあれ。今日は飲んでませんよ。うん。今日は飲んでないよ。今日はこれが最後だ。昨日なんだ飲んだのがね。ね、おなじみかな、ね、セブンのハイボール、セブンのハイボールでおなじみ、確かな飲み応えハイボール、これね、でグラスに氷入れて、うん、ほんとこれお得だよ。もうこれ買うために今日8日まで行ったんだ。これ買いたかったから。はい、乾杯。最初ハイボールで、これ手頃だもん、これで。これで100円ほどだもんね。手頃でいいよ、これ値段的に。うん、何時、どういう意味、何時って。ここ、焼きのついたのはね、6時半ぐらいかな。6時40分ぐらいか。あ、乾杯。うん。今日食わないよ。うん。これで食うは大丈夫だ。今日久しぶり、今回、昨日、今日と久しぶりに反応があるって言ったんだけどね。反応の駅前の磯丸水産が亡くなったね、磯丸水産。うん、鳥吉っていう居酒屋に変わってた、それがね、今ね。系列は分かんないね。同じかどうか分かんないけどね。出ないよ。まあ、秋山水産の昼過ぎから1時ぐらいに撮ったのかな。洗い物してた、洗い物。ちょっと焚き火でやったから。クッカーをね、洗ってました。ヤオコーまで行かない、僕。あれ、スーパーバリルで買い物してさ、そのまままっすぐ反応があるって言ったから。あれ、ヤオコーはあれ、あっちの方だもんね。東反応の方だもんね。東反応の方だから。あっちまで行かない。あ、お疲れ様ね。今日は焼き餃子です。焼き餃子。
こんばんはね、うん、経由したそっちの方がいいよ、経由の方が、うん、町田からさ、北鉄経由だと700円だからね、700円で行けるんだ。西武池袋経由だと、乗り換え期間が結構かかってたんだ、池袋ってとこ。西武線ちょっと離れてからね、西武線は。乗り換えがめんどくさいから、北鉄から行った方がね。次はハイボールで。京成と比べてね、そうだいたい TBS ラジオで流れてるのに、だいたいね、TBS ラジオ。そうね、僕、そう。かなり安い。だから、奥多摩行くときもね、まあ、ずっと最近はね、中央線乗んないからね、入り間まで西武新宿線で、高田のままからね、乗ってます。奥多摩行くときも。入り間まで、ね、高田のままから。で、乗り換えの場合は、小平で分かれるからね、あれ。入り間に行くのと、本川郷に行くの。あれ覚えちゃうだ、結構簡単だわ、うん。お金に余裕があればね、夜のうちに早島まで行ってさ、漫画喫茶で一泊して、それで始発で、大目線で、いかも奥多摩に行くんだけどね、そんな余裕ないから。うん、はい。餃子で。うん、まあ。まあ。よく、星野さんもよく釣りとかやりで行ってんじゃん、あれ。ね、よく奥多摩で天徳園にある人ね。あ、最近あれ買った。ちょっとついさっき。アマゾンでね、背脂、気になる背脂。で、1000円ぐらいかな。500グラム。動画見てたらさ、YouTube である人の動画見てたらさ、背脂使ってるよりよくやってたね。あ、いいなと思って食いたくなったね。今度ね、青魚の時に背脂持ってるの、それ、キャンプ行こうかと思ってます。背脂ラーメン食いたいなと思って。買ったよ、今。うん。Amazon ですね。Amazon の Fire 7。買いましたよ。なんだっけ、おっくんっていう ID の人。ビールのよく飲んでるあの人。あ、よくラーメンなんか作ってる人ね、おっくんって。あの人よく背脂使ってみてさ、うまそうだなと思って。今までそんなも言わない、いくらか。うん。今は言わない、そういうの。そういうことは言わないよ。ガナ別に好きでも嫌いでもないよ。うん。ああ、うまい。餃子。焼き餃子。ちょっと油多かったよな。
好きですよ、うん、アヒル口ね、あら、いいや、さつみちゃんね、少し、ね、あの子ね、アヒル口、かわいいね、あれね。そうだよ、市原さとみちゃん、あ、汁口って言うの少し。うん、美人ですよ、うん。わかんない、難しいな、すぐき。わかんない、美人じゃないよね。世代がわかんない、世代が違うからなんとも言えないね。うん、家か、家ね、今度見せんね、うん、もう、姉はもう嫁に行った人間で一緒に住んでないからね、楽、うん、ダブルでホームがあった方が楽なんでしょうね、うん、人いるんだ、僕には分かんない、うん、あ、うまい、超餃子、これはこれで満腹、焼き餃子で、普通そうじゃねえ、もう結婚したんですもう家庭があるんだから、そんなね、うん、まだいい、うん、うまい、これでおしまい。平馬くんはどうかな、わかんないね。そうなの、見てそんな動画あるんだね、わかんなかった。うん。うん。はい、餃子おしまい。うん。うまかった。それは上手でした。早いね。うん。うまかった。ああ、満腹も。うん。やっぱこれだけで満腹なんね。そうね、首の周りが目立っちゃうもんね。この辺がね。ちょっと丸首なんか特にそうよね。この辺が、洗わんちゃんとしないとね、汚れちゃうんだよね、首の周りがね。うん、言うようなことか、うん、首ね、短いんだよね、
これでいいよ、うん、でかいね、後ろの人。僕には見えないから分かんないね。僕は見えないや。いやもうこれでいいよ、今のままでそんな映んないでいいや。もう引っ越しするのもね、引っ越し貧乏っていうか言うからね、変えない方がいいんだよ。今のままでいいや、別にどうせいつか死ぬんだから、生きてる間なんとかやっとけば。反応でもね、健常時期になってみたでしょ、朝ね、あったもん、放送の反応の。反応の駅の1キロぐらいってことで、拳銃で人が撃たれなって、逃走してるってことあったよね、反応でね。まあ悪くてもいいでしょ、どうもね。うん、悪いのはお宝様だからね、どうもね。うん、悪いって言ってる人間も悪いからね、どうも。もう食べ、もう、もう、ちーちゃんどうもね。はい、食べ終わったよ。うん。さあ、焼き餃子。ああ、で、ハイボールで。じゃあ、こんな感じで。うん、反応ガーラ良かったな、今回。久々行ったけどな。うん、まあ、そこね。反応ガーラ。まだその辺だ。引っ越しはしないからさ、何回もね。うん。そう、結構上手だ。これだけ一人でこんだけ食ったら十分だ。ね。これだけ食えば大丈夫。結構満腹。もうね。いや、違いますよ。まあ当たり前、仕事しないとね、生活にならないからね。今日はハイボールで。セブンのやつね。歌いらない人来なくていいよ。うん。来なくていいからね、歌いらない人はね。さて。じゃあ最後はこの歌で締めようか。今日の最後はまこちゃんの狼なんか怖くないで行きましょうか。あなたも狼に変わりますか。初めてのルールの色は赤すぎてはいけない。大人の匂いがするだけでいい。唇をすぼめたままで口づけはできない。鏡に向かってあれこれ思う。鼻が邪魔だと誰かが言ってたわ。古い映画のセリフだったかしら。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。ハイヒール両手に下げて逃げたりしちゃいけない。片目をつぶって見るだけでいい。あの人はいい人だから傷つけたりできない。その死を思ってあれこれ悩む。熱が出るわと誰かが言ってたわ。嫉妬ソングの言葉だったかしら。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。恥ずかしいのもお互い様よ、どうもね。うん、人はそんなみんな恥ずかしいもんだからね、それ。うん、人はそれぞれお互い様。まあそうはやんないよね、どうもね。今日はハイボール飲んでます。うん、
お前もな、豚さんもお前も恥ずかしいですよ。どうもね、うん、そうするとあえてこんな風に相手にしてるってことで分かりましたか。みんなお互い様だからね、うん、ありがとうね、暗い方さん、ありがとうね、うん、あ、ヘビーさん、ありがとうね、うん、人はそれぞれお互い様、寂しくて結構よ、うん、みんな人はそれぞれみんな寂しい人間ですね。それわかんない人間が、うん、ペケペケになっちゃうと僕は思います。人はお互い様が寂しいんですね。それを踏まえた上で生きていく。それができない人間が、まあなんだろうね、まあ言わないけどね。下手くそだよ、どうもね。あ、バーニーの顔も歌おうか、じゃあ最後、じゃあ、エイジの書き込まれ、じゃあバーニーの顔歌って終わろうか、最後。じゃあバーニーの顔でいきます。コメント書き込まれ、ありがとうね。それ多少は寂しいでしょ、まあしょうがね。じゃあ最後、バーニーの顔。歌がいらない人は来なくていいからね、どうもね。遠く遠く、どこまでも遠く、流れる川で、暮れかかる空にあなた思い、今日も待っています。愛しい人よ、私は歌う。専門の言葉、願いを込めて、遠い昔のおとぎ話の恋のように。どれだけ待てばいいのですか？あ、届かぬ愛を。二人の定め知らぬ川は、淡い夢を乗せて流れていくようで。会えぬ辛さを語れぬ日々よ、私は思う。せめてこの髪があなたのもとへ伸びるくらいになれと。愛しい人よ、帰らぬ人よ、私の愛を遮るものは、深く冷たいこの川の流れだけなのでしょうか。どれだけ待てばいいのですか。あ、届かぬ愛を。二人の定め知らぬ川は、淡い夢を乗せて流れていくようで。はい、バーニーの川でした。どうも、ね、食べるのは十分使ってか大丈夫よ。もっと十分使ってますね、食べ物。うん、十分使ってますよ、ほんと。うん、大丈夫よ。無理しないよ。人はお互い様よ。うん。大きくって言ってる。どうもね。あ、愛を取り戻して歌わなきゃ。うん。で、歌ったら気がないね。どうもありがとうね、結構だもんね。どうもね。うまくならなくて結構、ただ生存確認の一環だからね、どうも。そうなんです、交渉はしないめんどくせえからね、うん。大家さんにとってはさ、下げられたらつらいと思う、それも考えてるね、僕はね。決して下げる必要もないもん、下げなくて払えるからさ、僕下げないでいいよ。やってけるからね、僕はね、それで。そう思う人どう思うね。そうよ。生活できればそれでいい。うん。まあ、理事と思う人は思っていいからね。思うのは理由だからね。どうもありがとうね。思うのは理由です。どうもね。そうね。うん。でもこれでもいいや、別に。うん。うん、どうなるかわかんないよ。家主さんのとこも、まあ、この前も言ったけどね、家主さん旦那さんじゃ亡くなったんだよね、今年の5月あたりにね。それにどうなるかわかんないだからね。どうもね、うん。今日はハイボール。これは最後だ。じゃあ、セブンアイランドね、このハイボールで。あ、向井さんでもね、今日これね、ハイボールと餃子でした。餃子も食べ終わったよ。はい、はい、乾杯。
困ってない、大丈夫よ。うん、家賃は入ってんだから困るわけないじゃん。うん、そうね、まあ見なくていいよ、そういうにげさん、どうもね、うん、見てもらおうと思いません、嫌な人が来るなって言ってんじゃねえか、見なくていいぞ、分かったか、おい、そう、分かんないですね、どうもね、うん、じゃあ、休めたよ、うん、うん、のんびりしました、うん。ぶち切れてないよ、大丈夫、うん、どうもね、いいよね、そう、豚さんもどうぞ、よかったらね、うん、別にね、そんなもん、こんな来たくない人来なくていいからね、歌がよく来なくて、まあどうもね、それが歌がやると来なくていいからね、どうもありがとうね、生存確認に行かなかんね、しょうがないでしょ、別に酒でも関係ね、そんな所詮生存確認なんでね、うん、どうもね、うん、生存確認の一環だからさ、いつ死ぬか分かんないからね、生きてる間は生存確認、うん、どうもありがとうね、うん、はい乾杯ね、はい乾杯、ありがとうね、そう、来なければいいんですよ、来なくてもいいからね、うん、来なくてもいいよ、うん、もう行かないです、一杯のやりこれで十分よ、お酒はね、なるべく一本で十分、本当はね、超だからね、キャンプでは飲んじゃうからさ、なるべく普段は飲まないようにね、ではまた、今日はこの辺でおやすみなさい。ではまたね。向井さんどうもありがとう。ではまた、また明日。ね、おやすみなさい。じゃあ行こうか、じゃあ最後はこの歌で締めようか、若い人生に首出して締めようか、鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯を、たった一つの星を頼りにはるばる遠くへ来たもんだ、長かろうと短かろうと我が人生に悔いはない、この世に歌があればこそこらえた涙、幾度か親にもらった体一つで戦い続けた気持ちよさ、右だろうと左だろうと我が人生に悔いはない、桜の花の下で見る夢にも似てる人生さ、順で行こうぜ、愛で行こうぜ、生きてる限りは青春だ、夢だろうとうつつだろうと我が人生に悔いはない、我が人生に悔いはない、でまたおやすみなさい。